少し下がってきています。 70% を切りました。フォアのウィナー。 ドライブボレー、よく打ちました。ドライブボレー、よく打ちました。角度がつく、いいボレーです。よく難しいボレーコントロールしました。江原デュースまで持ち込まれましたがキープ成功。ワンボールです。 ここも前に行きましたね。そうでしたね。このボレーも難しいボレーなんですね。しのぐ。 ドロップショット。しのぐ。ドロップショット。センターサーブ、よく返した。 前に行く。 ポイントきました。杉田。そこに来た。しのぐ。互いのボールが少し浅くなっています。 優しく返す。チェンジオンペース。フォアで取りました。江原スピンサーブでステイ。またデュース。 なる。攻めた。返しました。抜いた。見事なパッシングショット。 ここも杉田がいいリカバリーを見せて、さあフォアのウィナー続きました。展開するのは杉田。アウト、わずか。江原キープ成功。ニュースが続く中、江原キープをしました。ここもフォアの裏。ストレートで杉田を破って初の全日本選手権優勝を果たしました。